はずごとは、イスラエルのロックバンド。イファットバラッシャのモランサランが、シーラン・フランコ、タリア・イーシャイの4人のメンバーによって構成される。バンドは、人間関係、セクシャルハラスメント、セックスなど、女性から見た独特の社会問題を歌っており、こういったメッセージはほとんど男性中心のイスラエルのミュージックシーンではあまり見られない。2000年代にイスラエルホロンの高校で、 バンドの初期メンバー4人が出会い、一緒に音楽を始めた。初期の練習は、放課後に、ホロンの音楽学校で行われ、そこの主演のゼ・イ e ブ v は、自分にちなんだ名前をバンド名につけることを条件に秘密を約束した。2012年、イエフ・ヤーロンのプロデュースのもと、初のミニアルバムをリリースした。2015年、音楽プロデューサーのナダフペーサーと共に、スタジオで歌を録音した。 2016年、バルイラン大学はバンドに、ホロコースト記念日に行われる式典で歌唱ができない、胸を伝えた。ハズボドは、イスラエルで連続ツアーを行い、2016年10月には、初のヨーロッパツアーを行い、オーストリアのウィーンの音楽フェスティバルで演奏した。2017年8月、ベースギターのモラン・ラスミがニューヨークでのキャリア追求のためだったバンドは新たに、 ベースギターのタリア・イーシャイが加入した。バンドは主に1990年代の影響を受けており、ヘブライ語、英語の両方でオリジナル曲を演奏している。影響を受けた人物、バンドとして、プラシーボ、ピクシーズ、レディオヘッド、デビットボーイ、ビートルズ、ザ・クークス、ソニック・ユース、ザ・キラーズ、ブラーを挙げている。ありがとうございます。